はい、こんにちは、武田クリーニングです、今日ご紹介のアイテムはヴィンテージの古着でお求めになったというようなパンツになるんですが、すごいのをお預かりしました。もうね、もう見るからに雰囲気が、オーラがすごいです。貫禄と言いますかね、お客様からお伺いしたところですね、なんと1950年ぐらいの洋服なんだそうですよ。もうね、すでに70年経過してると、もう大先輩ですよ。すごいですね。もうこの世に、この状態で残ってるというふうなこと自体がね、もう希少性が高くて、すごいなと思うんですが、これをですね、上手に見つけてくるんですね、やっぱり。で、買ってきたので、自分でこれからこれを履くと。でね、でも汚れがね結構あって、変態色、色あせしてる部分もあるんですが、色あせみたいなものはですね、やっぱりその味としてね、ヴィンテージの独特の風合いとして、受け入れられるところだと思うんですが、やっぱりシミに関してはちょっと気になるというふうなことでね、シミをきれいにしたいと思うんですが、どんなシミなのかというと、見えますかね、本当にちっちゃいシミなんですよ、この辺。本当にちっちゃくて、一つ一つのシミの大きさなんて、もう針の先とか綿棒の先ぐらいのちっちゃいドット状のシミがですね、もうカウントできないぐらいたくさんついております。これはですね、全体的にも汚れてはいるんですが、特にこの色の段差としてはっきり目立つのが、そのちっちゃい点々点々っていうシミなんですね。これがね、もう全体にあります。至る所にあります。こういうふうに、こうこんなふうになっているところもあるんですが、一番やっぱりたくさんあるのは、これちょっと大きいかな、こういうシミがたくさんあるんですね。これちっちゃいシミが無数についてます。前にも後ろにもついてます。遠くから見てすごく見えるかと言われれば、そうでもないんです。そうでもない。でもよく見るとすごくたくさんあります。それをね、一つ一つ部分染み抜きをするというようなことがもう無理なので、全体処理で一網打尽にしたいなと思うんですが、なんせもう70年前に製造されたお洋服でございますので、どこまでできるのかなというふうなところでね、ちょっと慎重にちょっとずつやってみたいなというふうに思います。すごいですね。どんなに古くても生地の状態さえしっかりしていれば、強い染み抜き、洗浄力の高い丸洗いに耐えてくれるんではないかなというふうに思うので、ちょっと心配なのはやっぱお色ですね、お色が全く違う色目になっちゃうなんてなことはないんじゃないかなと思うんですが、ワントーン薄くなるとかね、あとはその変態色が目立つようになるとかね、あとはちょっとムラムラになっちゃうとかね、ちょっとどんな風になるかというのはちょっと探り探りやってみたいと思います。もうね、古着で買ったものに関してはもういつ何がついたのかとか、過去にどんなメンテナンスをしたのかなんて知る由もないですからね。それではやってみたいと思います。はい、いい仕上がりがこちらになります。見てください、ものすごく綺麗にすることができました。もうね、本当に一網打尽、シミポトッとポツポツあったシミがですね、一つ残らず全部消えております。一番たくさんあった、カウントできないほどあったドット状のちっちゃいシミは全て同じ類のシミなんですが、そのドット状のシミと同じシミだけじゃなくてですね、他のシミ、汚れ、なんていうのもありましたが、全部きれいになっております。何か一つのシミに効果的な作業をして、その他のシミも取れてくれるとすごくラッキーなんですが、なかなかそうもいかなくてですね、こっちのシミは取れたけどこっちのシミは残ったなんていうと、またその残ったシミに対してのシミ抜きというか作業が必要になってきたりしますね。それが予想通りだなという場合もあれば、予想外だなというふうなこともあってですね、今回はちょっと予想外なことがあったので、途中で作業を修正しながらですね、綺麗にすることができております。本当に仕上がり綺麗、
本当にね、古着ヴィンテージっていう風なことをね、雰囲気、オーラはそのヴィンテージ、古着らしいね感じを残しつつ、シミ、汚れ、匂いだけをきれいにリセットすることができましたので、古着でお求めになり、自分で着る前洗いをしたいんだと、快適に着たいんだという風なことであれば、もうね、何も言うことがないぐらい、の仕上がりだと思います。素晴らしい。はい、やっぱ古いものには古いものの魅力というか、今のものにはない魅力がありますもんね。クラシカルなものが好きな人というのはやっぱりあまりトレンドとか関係なくですね、ずっと長くいいものを着たいというふうなことだと思います。はい、いい感じです。ご利用ありがとうございます。最近ね、本当に古着の、問い合わせが増えております。古着といってもね、本当に近年ものの中古というふうなカテゴリーで、買うものからですね、本当に古いもの、ヴィンテージっていう風なカテゴリーに属するようなね、何十年も前の服という風なことで、お預かりすることが多くて、どちらかといえばそのヴィンテージ、何十年も前の服という風なところでご相談、ご依頼いただくことが多いです。どんなに古くても、いつ何がついたシミか分かんなくても、成功事例たくさんありますしね、生地の状態さえしっかりしていれば、洗浄力の高い全体処理であったり、強いシミ抜きなんかもできたりしますので、着たいなというふうに思った時にね、雰囲気はそのままに、やっぱりシミ、汚れ、匂いをゼロにしたいというような、着る前洗い、着る前シミ抜きなんていうふうなことでね、ご相談ください。ご利用ありがとうございます。それじゃあまた次の古着のヴィンテージのシミ抜きで、お会いしたいと思います。武田クリーニングでした。ありがとうございます。